毎度ブランです。前回のマイラーズカップは3推しのインディジャンプ1着、1推しのバンドギャルド3着と推し馬3頭中2頭がしっかり馬券に入ってくれました。もしブランの動画を参考にワイド的中された方がいたらおめでとうございます。2レースぶりの的中でブランも嬉しいです。今週から中央競馬は6週連続 G1 が開催されます。5馬長距離王決定戦、天皇賞春を制するのはどの馬か楽しみですね。今回のブランはコース、血統、レース傾向、調教から分析をしています。最後まで動画を見てもらえると嬉しいです。魚ラボ。5月3日日曜日、天皇賞春、京都芝 3200m、 天皇賞春のみで使用されるコースです。スタートから最初のコーナーまでは約 150m の平坦な道で、先行勢のポジション取りである程度速く流れることが多いです。京都名物の3コーナーから4コーナーにかけて坂を2度登るかなりタフなコース。1周目は正面スタンドを過ぎたあたりからペースが落ちて、各馬が息を整えてからやや遅めに2周目に入ります。2周目の坂からペースが一気に上がり、残り約800メートルで速い足で駆け抜けるという厳しいレース。スタミナに加え、息の長い背足が要求されるタフなコースです。それでは、過去5年の血統分析です。見事に、父サンデーサイレンス系のみ、非サンデーサイレンス系は、人気馬でも馬券に絡めないのが天皇賞春なんです。サンデーサイレンス系で最も活躍しているのは、ハーツクライ3区。2014年から2018年の5年連続で馬券に絡んでいます。ついで、ステイゴールド3区とディープインパクト3区が馬券に絡んできています。3200m という長距離で行われるレースのため、中距離で主流血統となるディープインパクト3区は勝てないというのが常でしたが、去年平成最後のレースではディープインパクト3区でワンツーフィニッシュとなっています。過去10年で見ると、母父ノーザンダンサー系が434と活躍中。去年の覇者フィエールマンも母父にノーザンダンサー系を合わせ持っていましたし、母父の血統にも注目したいところですね。今回登録馬でハーツクライ3区は大聖トレイル、ステイゴールド3区はエタリオ、スキフェリオ、ディープインパクト3区はシルバンシャー、当選カンビーナ、フィエールマン、名称天元です。この中で母父ノーザンダンサー系なのはエタリオ、フィエールマン、名称天元になります。続いて傾向、過去10年の分析です。まずは枠順から。成績がいいのは1枠で勝率 21.1%、副勝率 31.6% です。基本的には距離ロスの少ない内枠が有利。3枠までもよく馬券に絡んでいますが、それよりもよく馬券に絡むのは6枠と7枠です。去年は10番内までが馬券になっていますが、過去10年で見ると10番以降も馬券に絡んでいます。特に成績のいいのが1枠。こちらはプラスポイントです。続いて人気順。2番人気の成績が良く、勝率 50%、副勝率 70% となっています。1番人気は成績が振るわず、勝利は2度のみ。ですが、馬券に絡みやすいのは4番人気までであり、軸は人気馬から選ぶのが良さそうです。続いて年齢。4歳馬と5歳馬の成績が良く、どちらも4度勝利しています。副賞率は4歳馬から6歳馬まで、
ほぼ横ばい。勝利しやすいのは4歳馬と5歳馬ですが、6歳以降も馬券には絡んできそうです。続いて前走クラス別成績。圧倒的に前走 G2 組の出走数が多く、成績もいいですね。 G3 組は過去17頭出走していますが、馬券に絡んだのは1頭のみとマイナスです。今回登録馬で前走 G3 組はオセアグレート、ハッピーグリーン、未来への翼。こちらは注意してください。続いて前走人気別成績。前走一番人気の成績が良く、勝率 16.1%、 副勝率 35.5% です。次に前走2番3番人気の成績が良く、前走で人気だった馬が好走しているようです。前走で10番人気以下になってしまった馬は一度も勝利したことがなく、馬券に絡んだのも1回のみ。これはマイナスポイントです。今回登録馬で前走10番人気以下は、ダンビュライト、ハッピーグリーン、未来への翼、メロディーレーン。こちらは注意してください。次に前走着順別成績。成績がいいのは前走1着馬で勝率 12.5%、副勝率 32.5% です。次に前走2着が好走。過去10年中前走2着までが8度勝利しているため、前走2着までで軸を決めるのが良さそうです。前走人気上位で好走した馬が馬券に絡みやすい傾向のようです。続いて前走距離別成績。前走 2000m から2200m 出走馬が好走していますが、残念ながら今回登録馬で該当馬はいません。続いて客室。逃げ先行馬の副勝率は 35.6% となっています。続いて所属。圧倒的に列島からの出走数が多いのがわかります。ですが面白いことに、馬券に絡むのは三浦とほぼ同等数なんです。三浦の人気馬には注目ですね。続いて騎手別データ。今回、武豊騎手は奇跡。ルメール騎手はフィエールマン。横山典弘騎手はミッキースワローに騎乗予定です。最後に、天皇賞春、出走経験馬の構想について。なんと、過去出走し馬券になった経験のある馬が構想しているんです。マイネルキッズ、ウィンバリアシオン、フィノーメナ、カレンミロティック、キタサンブラック、シュバルグラン、こちらがリピーター組です。天皇賞春のみで使用される特殊な京都の長距離コースであり、適性のある馬はまた好走しやすい傾向にあるようです。今回登録馬で過去出走し馬券になった馬は、なんと去年勝利したフィエールマンのみ。これは注目ですね。それでは枠順確定前プランの注目馬です。注目馬はフィエールマン。推定1番人気、推定オッズ 2.1 倍です。皆さんご存知、去年の覇者。本走における数少ない G1 馬でもあるフィエールマンは、今回もルメール騎手とのペアでの出走となり、期待大。おそらく当日一番人気だと思います。血統はディープインパクト3区。前走有馬記念は6番人気で4着。一周前追い切り頂上評価は、三浦のウッドで2頭合わせ馬で追い切り。ゴハロン 65.9 秒、ラスト 12.3 秒と、まずまずの動きです。2馬身前の西の言霊と合わせ馬を行う予定でしたが、フィエールマンが最後の直線に入る間に、並ぶ間もなく、3馬身の差をつけてゴール。手塚調教師は、溜めていきたかったけれど、追いついちゃったね、と、陣営としては想定外の内容になっていました。休養明けは苦にならないタイプ。走りたい気持ちが
前面に出て爆走してしまったのかもしれません。ですがこれが勝手な爆走だと心配、最終追い切りでしっかり確認したいと思います。ただ新型コロナウイルスの感染防止策で機種の搭載移動が制限されているため、関西のルメール機種は最終追い切りにも騎乗できない見込みです。注目2頭目はミッキースワロー、推定4番人気、推定オッズ11倍です。血統はサンデーサイレンス系、当選誉れ星3区、母父はジャングルポケットです。前走日経賞は1番人気で1着。1周前追い切り調教評価は三浦のウッドで合わせ馬、横山典弘騎手を鞍上に5波論 64.8 とスムーズに走り、7、8馬身追走、最後の直線では追われる意欲的な内容で息の合った走りを見せていました。6歳の春を迎えて円熟味を増し、体も精神的にもどっしりとしてきた感じです。レース当日はもう少しスッキリ持ってくるのではないかと思います。このビッグレースを勝ち抜くのはどの馬か、そして2018年から続く史上初の天皇賞4連覇に挑むルメール騎手はどうなるのか、注目の一戦ですね。それでは皆さん、今日もダフルな一日をお過ごしください。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回いけたんじゃない？当てた当てた。まあ、バイバーイ。